真の幸せとは何か何が本当で何が間違った情報なのか本当のことを知ったら目から鱗が落ちますよ本当のことシリーズお楽しみくださいこんにちはこんばんは本当のことシリーズ今日はですね最近衝撃的な事実を知りました何なのかというとねこれと あるものを塗るだけで高血圧や糖尿病が治るというね、そういう投稿を発見したんですよ。そしてそれを実際に実践してみました。そしたらですね、ものすごい自分で体験の効果があったんだよね。今日はそれがテーマです。それは何なのかというと塩化マグネシウムというものなんだよね。塩化マグネシウム。 これですね。塩管マグネシウムというものは、これ僕が今回試してみたものは、国内製造の粉末タイプで 1kg でこれ1000円程度で買えるものなんです。 これと、まあこのニベアを混ぜて塗るといいよということなんですが、僕はね、ちょっとニベアに対してはちょっと自分的には嫌、えー、だなと思うとこがあるので、えー、今回はこの、えー、バストクリームというものを、えー、使ってみました。どこが違うのかというと、ニベアのね、良さというのは、えー、これは、 えーまあ、手軽に買えるマツキヨなんかでね簡単に買えるし安いし毎日使うものだったら安い方がいいということでこのニベアということをおすすめしてたわけなんですけども、えー、実はこれはね経費吸収といって体の中のね要するに肌から塩化マグネシウムを吸収することにメリットがあるということなんだよ。 今日はその話をちょっと詳しく話をするんだけど、経費吸収をするのでね、ニベアはちょっと残念なところがあって、これは石油製品から作られてるんだよね。だから、石油製品だから、石油のね、成分を経費吸収してしまうことになるので、本当は何にもね、悪いものも入っていないクリームが好ましいということなんです。これに関しては後で実演をしてみます。 これね、えー、塩化マグネシウムって何なのかっていうことをまず話をします。塩化マ,マグネシウムに似たような名前を聞いたことがあると思いますが、一つはね、塩化ナトリウムっていう言葉があるね。塩化ナトリウムって何なのかというと、これは現在日本では食塩、もしくは塩と認識されているものが塩化ナトリウムです。でもね、 本来の意味で言うと塩化ナトリウムはは塩塩ではないんだよね塩の取りすぎに注意をしましょうというふうに厚生労働省も発表していて減塩というものがねブームにもなっているし多くの人は自分の健康をね保つために減塩をしていると思います。でもそれはね健康のために効くのは減塩ではなくって 塩化ナトリウムを減らすということなんだよね。ところが、本来の塩はですね、これは逆にたくさん取った方がいいんだよね。じゃあ、今、日本では塩だと考えられている、これは JT、昔は1000倍公社というところが、独占的に販売されていた塩と呼ばれているものがあるんですが、これは本来の塩から、 えー、必須、えー、ミネラルというものがあってミネラルってね全部で60種類以上あるんだけど中にも7大必須ミネラルと呼ばれてるものがあります7大必須ミネラルとは何なのかというと、えー、カルシウムリンカリウム硫黄塩素ナトリウムマグネシウムなんです。この 七大必須ミネラルの中にマグネシウムというものが入っているんだよね最近ね健康情報でいうと軽、ね、素を取るといいよということがあります軽素もこのミネラルの中の一つなんですがこの七大ミネラルの中には外れているもっと微量なミネラルだということですねではこのマグネシウムはどういうものなのかというと 一般にはですね、塩化マグネシウムは、えー、別な言い方で言うと、にがりと呼ばれています。例えばね、豆腐なんかを固めるときに入ってる成分だね。塩の中には、海水の中には、にがりが入ってるんだよね。塩化マグネシウムが入ってるってことです。では、塩化ナトリウムと塩化マグネシウムの違いは何なのかっていうと、塩化 ナトリウムは実は塩の要素の中からマグネシウムやカルシウムである必須ミネラルを除いたものですね。残ったものはですね塩素というミネラルとそれとナトリウムだけが残ったのがこれが今言われている一般に塩と言われている食塩と言われているものなんですね。 この中にはマグネシウムやカルシウムやリンなどは含まれてないということなんだよね。だからどうなってるのかというと、えー、現在日本人の多くの人たちが病気になってるというのは、病気がものすごく戦後進んだのは、一番の原因はこのカルシウムやマグネシウムなどを主体とする必須ミネラルが不足をしているということだったんだよ。 じゃあどうするのかというと、このマグネシウムを高果的に取っていくと、実は健康が回復するということだったんだよね。これはね、僕がね、実際にやってみました。これをね、えー、経費吸収するといいということで、まず一番最初に経費吸収したのは、そのね、<laughs> ニベアの YouTube の投稿にあったように実際にクリームとこの塩化マグネシウムを混ぜてそれを足の裏に塗るということなんだよねまずはですね、えー、ニュルニュルしてこうやってね、えー、やっていくとニュ,ニュル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 してそれが乳化していきますそれを伸ばしたものを足の裏に塗ってマッサージをしてそして靴下を履くというようなことをするんですが これをやるだけでね、ものすごいね、疲れていた時やったんですけど、体力が戻るんだよね。しかも速攻性があります。これね、この塩化マグネシウムの効果については、その体感の中で何がすごいのかというと、まずね、速攻性があるということなんだよね。速攻性がある。えー、一番ね、簡単にわかるのは、小村返りって知ってますか 小村がえりっていうのはまあ足がね、えー、ふくらはぎが引きつるやつだよね。もういきなりね僕もね結構あるんですよね。えー、寝てたらねちょっとね起きがけに、ね、いきなりバーンってあの足がねいて,てててって、えー、引きつるというやつですね。 これを小村帰りと言うんですが、ある農家のおじいさんやおばあさんが、ずっとね、この小村帰りがあって辛いっていうね、そういう話があったので、これはマグネシウム不足に違いないということで、マグネシウムをね、飲むことを勧めたそうです。1ヶ月くらい経ってね、マグネシウムを飲んだんだんだけど、まあ 今までよりはひどくなんないけど完全になってないねって言われたのがこのね経費吸収をする足やふくらはぎに、えー、塩化マグネシウムをこれを水で溶かしたものを塗っただけで速攻性でその場で治るってことなんだよねで塗り続けたらもう3日ほどでもう全く小ことなんだよここにポイントがあります。 マグネシウムは、えー、いろんな病気を改善したりするのに効果があるんだけど、えー、通常は食べたり飲んだりする方が摂取できると思ってるのがこのマグネシウムだけは別で実は経費吸収の方に優れた、えー、効果があるということとなんだよとても安くて、えー、しかも即効性があるっていうこの2つのポイントなんだよね。 普通はね、即効性があるっていうとね、お金が高かったり、もしくは逆に化学薬品でね、副作用があったりするようなものなんですが、これはそれがないということなんだよ。今回ね、一番伝えたかったとこは、その部分なんだよね。実際僕も塩化マグネシウムを、まあ、コップのね、半分くらい入れたものに入ってみました。そしたらね、なんと、 いやーもうその日はね、えー、ちょっとぬるめのお湯にね38度くらいのお湯に入ってそして、えー、まあ20分から入って寝たんですがもう汗びっしょりでしたねいっぱい体から毒素が出て次の日はねすごい爽快な状態になりました今、えー、非常に重要なのはたくさんの人がいろいろね病気になって 体からね、毒物を出すデト、デトックスをしなくちゃいけないなという状態になってるんですが、これがね、どうやったら出せるのかっていうと、僕は今感じたことでは、この塩化マグネシウムを取ることによって、毒素を排出していくということが一番いいんではないかと思います。 塩化マグネシウムを取っていくことが一番いいと思うんですが塩化マグネシウムを取っていくときには方法が僕は大きく分けると一、えー、つ,つはまずこういうようなねサプリメントを飲むことだね。これは塩化マグネシウムだけではなくてカルシウムが 500mg。 えー、塩化マグネシウムが 250mg が取れるという、えー、こういう、えー、サプリメントで、えー、取るということがあります。まずはね。でも、サプリメントに頼るのは嫌だなという人もいると思います。その場合は、えー、経費吸収がいいんだよね。皮膚吸収ですね。その皮膚吸収で言うと、えー、一番おすすめなのが、えー、こういった塩化マグネシウムをお風呂に入れるという方法ですね。 で塩化マグネシウムと硫酸マグネシウムという2種類のマグネシウムがあるんですが硫酸マグネシウムのことをエプソムソルトとも呼んでいますがこのエプソムソルトはね試してみたという人は結構多いと思うんです。硫酸マグネシウムと塩化マグネシウムの違いを言います。硫酸マグネシウムというのは硫酸とマグネシウムが混ざったものなんだよね。 硫酸とととは何かというと硫黄分なんだよねこれは簡単に言うと温泉成分だということなんだよだよから温泉成分なので硫黄の成分が非常に高いのでまあ香りであるとかね気持ちよさっていうのはあるんだけどマグネシウムの分量が塩化マグネシウムに比べると低いらしいんだよね。対して塩化マグネシウムは純粋にマグネシウムだけなんだよね。 だから同じ分量の塩化マグネシウムと硫酸マグネシウムをお風呂に入れた時にマグネシウムの分量は塩化マグネシウムの方がおそらく2倍から3倍多いんではないかというようなのが推測として言われてました。そしてもう一つは このね、ニベアの話でも言ってましたが、自分が信用するね、あの、悪い成分が入っていないクリーム状のものと、この塩化マグネシウムを混ぜて足に塗るというやつですね。 そしてこれは自分で作ることができるんですけれども、こういったスプレー、水に塩化マグネシウムを溶かして、大体ね、1対1から1対3溶かすといいと言っていますが、これを例えばな、なんかこう、こっちに塗るとかね、とか、首筋にこう塗るとか。 肩が凝っている時なんかはこ,のこれをこう塗るだけで、えーまあ、すぐに、ね、この肩こりが治るというようなことが起きます。えー、ということで今日はね塩化マグネシウム、えー、についてお話をしました。えー、よかったと思う人は是非、えー、高評価ボタンそしてチャンネル登録をお願いいたします。 今日の話は簡単にまとめたものなんですがこれはね塩のことと健康のこととそしてこの塩が不足したことによって日本がなぜ病気になっていったのかという話を約1時間くらいの話にしたものを有料の全循環クラブプレミアムチャンネルで動画を配信していますそちらの方もね気になった方はぜひ見ていただければと思います今日は最後まで見てくれてありがとうございました いよいよ7月17日月曜日祝日海の日なんですが海といえば神戸神戸にもう日本全国から来てもらいたいですなぜかというと7月8月皆さんが知らないとんでもない大激震が走るからですこれ これから一体何が起きるのか、そしてそれに対して私たちは何をすればいいのかということをトップシークレットの話をします。これはぜひ来てもらいたいです。みんな一緒に日本を救うために神戸に集まろう